でも正解なんだ。あ、そうか、一口か。あー、数字でもってことね。どっちでもいいんだ。なるほど、なるほど。え、そっか、言わないならむずいわ。え、ちょっとちょうだいって言って、ちょっとって言って、一口じゃなくて、なんかパクパク食べる。そういうことね。一口って言ったら、だって一回食べたらさ、終わるやん。そうだよ。だから絶対言わない。厳しい。最悪なやつ。別に思わないって。だいって言ってさ、ちょうちんパクパクやって食べた。これ新人くん来たよ。重すぎたろ、こいつ。はい、老人です。むしゃむしゃ。あなたプッカで。むしゃむしゃ。あなたプッカやってください。3日前のお番だったかな。え、怖い。え、誰。食料調達に行った帰りのことさ。市場で怪しい人形を見つけたんだ。人影な。やばいやばい。なんだろうと思ってみたら、でっかい袋を持ったおじさんでさ。サンタさんみたい、なんか。そんな可愛くない。声をかけようとしたら、あっという間に逃げられたんだ。え、不審者じゃん、完全に。怖え。おいらは、あれが神隠しの正体だと思ってるんだ。そうなんだ。おいら。あんたらも夜の道を歩くなら、気をつけた方がいいよ。よし。よし。よし。プロを持った老人か。え、これしか。まいった、めちゃめちゃ。全然クレアができひんと、うん、何なのさっつってた。おお、ああ話、モグモグ、そりゃ見たことはあるさ。今日見てないけどね。ヨガ済んだなら帰れよ。食べてんだよ。怖っ。怖っ。確かに食事してるのに来るのはよくない。食べてんだよ。ほんと失礼しましたって感じですわ。すいません、マジで。ぶち切れ。え、でもさ、プッカの家で話を聞こうからなくなんないんだけど。え、確かに。なんか、え、ねえ、やめてよ。同じこと言うぞ、こいつ。え、同じだわ。ほら。あ、一回家出るか、じゃあ。なんか、よくわかんないから。あ、進んだ。あ、なん、ファ、あ、眠そう。ファあ、ごめんなさい、あくびなんて。もう夜も遅くなってしまったな。今日の調査は切り上げて屋敷に戻ろう。プリン君、こんにちは。びっくりした。怖っ。マジで、ええ、マジでびっくりしたんだけど。怖いんだけど。あれ、ラモンさんじゃん、ラモンさん。え、ラモンだよ。え、誰。え、読んで、読んで。あ、あれは。え、ラモンさん。え、え、死んでるやん。びっくりすぎて。マジびっくりしたんだけど。どうした。あ、映画始まったけん。え、こいつがあれ、あ、さっきの。あ、おじさんでサンタさんだ。サンタさん、サンタさん。おお。かわいいな。あーあ、おお、猫。足速っ。あ、そうそう。逃げられた。逃げられちゃった。あったん。え、うわ、怪しい。光ついてる。なんかやってんな。なんだ、つぶらな瞳。なんだな。あ、消えた。んだ。え、ルーク、君も見たかい。あれはラモンさんだった。あ、まさかラモンさんも殺されてしまったんでしょうか。うん、わあ。え、でも見ちゃったよね。うん。ああ、現場一回戻りましょうってことね。なんかあるかもみたいな。え、怖い。え、わかりました、先生。なんか探さないといけなくなった。え、もうあるの。え、なんか前も拾ってなかった、こんな感じのやつ。拾った、一個。犯人の手がかり。怖い、急に。怖い。パキャン。あつ森。あつ森スタンプやめて。あ、目の前でラモン連れ去られてしまったレイトン教授たちは報告のために屋敷に戻ることにした。目の前で連れ去られてんのやばいよな。うん。大変です。ラモンさんが連れ去られました。なんですって。それは一体、奥様大変でございます。驚いてる、マッシュ。あんなゴミ袋みたいな。ラモンまで殺されたのですか。
いえ、まだそうと決まったわけではありません。しかし、急いで探さなくては。何かね、レイトン君。こんな時間に騒がせんでくれたまえ。もう外行けよ。大変です、チェルミー警部。ラモンさんが連れ去られました。これは連続殺人事件かもしれません。今すぐ町の人に呼びかけて、ラモンさんを探しましょう。あ、こう。今日はもう遅い。明日だ、明日。来い。今探さんとやばくない？うん。そんなこと言ってる場合ではありません。こうしてる間にもラモンさんは。え、あ、おお、何？大変にございます。パタパタするな。あ、怒ってる。ここで、マシュー何事ですか？そう、それが、ええ、ラモンが戻ってまいりました。え、どういうこと、どういうこと？気持ち悪い。え、疑われちゃうんじゃない？レイトン。ええ、疑われちゃうじゃん。嘘ついてたみたいになっちゃうじゃん。それの？やば。ああ、レイトン様がいらした後に町へ買い物に出かけておりましたが、それが何か。嘘つけお前。これはどういうことだ。うわ、やばい。うわ、あ、終わった終わった。ああ、疑われたわ。レイトン君、気はすんなかね。あ、でも僕たちは確かに見たんです。ラモンさん、何も覚えてないんですか？ここで、怖いんだけど。うん、もういい、もういい。でも、いいの本当に。チェルミー警部、どうやら私の勘違いだったようです。今日は時間も遅いですし、これで失礼させていただきます。やば、ホラ吹きみたいになってる。やばいよね。ふん、そうしてもらおうか。まったく、寝ぼけ学者が。あ、学者さんか、レイトンは。あ、学者ね。学者だ。探偵じゃなくて学者さん。え、なんか、あ、ボブだ。謎を追ってた。持ってる。え、わしは結婚したくてたまらない。ラモンやばいっすね。やばい。あー、謎が解けないからこいつは結婚できないと思ってるらしい。最低じゃない？だからお願いだよ。この謎を解いてくれよ。よーよー。ちょっとむずそうだな。やだ、いやいや、図形は無理だ。どういうこと？一の図形を二つに切り離したものを組み合わせ長方形にする？何を言っている？何を言っている？ちょっと何を言ってるかわかりません。しかしこの前、裏返すか、裏返すなということね。はい、はい、はい。ん？今これを合わせて長方形にするとしたら、ここでちぎって、うん。これを、この形をこっちにはめるんだけど、うん、こう裏返さないといけない。うん。ああ、逆にね。そうそうそう。このまま行くとぶつかっちゃうから、こうなっちゃうってことね。うん。うん、こうなっちゃうから裏返さない。だから裏返さないで長方形にする場所を決めてくださいっていう。裏返さないで長方形を作ればいいってことね。そう。それにはどこで切ればできますかっていう。お。え、むず。いや、不可能ですね。はい。いや。可能ですね。本当ですか？はい、はい。え、できた？え、多分。え、できたの？できたの？え、嘘でしょ？ガチで言ってる？はひ。むずくね、普通に。え、この1を切って長方形にすればいいんでしょ？え、1を切って、長方形にすればいいんだよね。こう組み合わせんだよ。うん。切って、カポってはめて、長方形にするんでしょ？そう。うん。え、できたん？うん。なんでやねん。なんでやねん。切れるとしたらでもここら辺しかなくねって思っちゃうけどね。キモい。なんか、この、いや、そこまでいったらわかるかもしれん。もはや。え、これさ、切り離すのってさ、一回しか切り離せないの？多分一回じゃない？あー。
じゃあ無理です。諦めた。なんかその、あ、その、穴がキモいから、それをはめる感じでいけば。え、なんでわかるの？なんか怪しい部分埋めたら、あーみたいな。え、あーってならなかったんですけども、ちょっとわかりませんけども、ちょっとわからないんだけど。わからないんだけど。でもさっきの惜しい、さっきの。マジ？さっきの感じだとさ、なんかその四角が怪しいじゃん。そうやってやるとさ。でも入んねえね。そう、ここに入れたいよね、なんか。で、なったら、ここが必要、みたいな。ここに入れる。ここにはめたいよね。そう、その穴をでしょ？ああ、わかったわかった。はめるとしたら、出っ張りを作りたいってことだよね。うん、凹凸だよね。うん。こいつ。違う、これで。ちょっと、助けて。ね、やばい、これ。なんだこれ、ふざけんなよ。何作ってんの？これで、1、2、3、4、5。で、3番目にある、あ、はまるのでは？これが、ここにはまるのでは？良い？よ、一緒。これでどうかな？いけ！じゃん。当然さ、英国紳士としてはね。よし、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 よし。よす、よす。やったよ。これでわしも結婚できるよ。バカじゃないの、こいつ。普通にトイレ戻るな。そうだ。ほんまに。ここなんもない。なんだっけ、屋敷に戻って報告か。うん。うわ、マシュいるわ。マシュ。こんにちは。あ、寝てるって。サロメ様もチェルミ様もお休みでございます。ラモンは酒場にでも行ったんでしょう。え、ラモンまた酒場？え、ワンちゃん戻ってきたから本当に酒場にいる可能性あるってこと？確かに。行けんのかな？わかんない。あれは僕たちの見間違いだったんでしょうか？ラモンめっちゃ怪しくね？え、怖い。いや、あれは確かにラモンさんだった。あの時は全く正気が感じられなかった。え、死んだの？もちろん気を失っていただけかもしれないが、ほんの短時間で元気に帰ってきたことも不思議だよ。お買い物してたって言ってる。しかも連れ去られる前からの記憶がないよ。変ですよね。しかも街の人たちの噂では他にもそんな人がいるようだし、普通ならもっと大騒ぎになりそうなものだけど、なんだか街全体がおかしな感じです。そう、普通なら考えられないことだ。しかしこの町では起こり得るということだとしたら、どういうこと？あ、コッケコッコー。コッケコー、コッケコー、コッケコッコー。お、はいはい、わかりましたよ。レイトン先生、あんたに電話だよ。チェルなんとかって警部さんからさ。チェルなんとか。チェルミー警部から？あ、チェルミー。チェルミー。何でも急ぎの用があるから、ラインフォードの屋敷へ来てほしいってさ。いいや。昨日の話でしょうか。さあ、どうだろうね。とにかく屋敷へ行ってみよう。え、めんどくさ。屋敷にいたのに、こっちまで戻されて。それな、寝かせられた。こいつあれじゃん。うわ、持ってるぞ。あ、ヒゲマフラーだ。なんか油断しているとあっという間に解けない謎が出てくるぞ。やばい。解けなかった謎に後から挑戦できるのは知っているな。だが、来るぞ。いつの間にか消えている謎があることにも気づいただろう。え、人生には取り返しがつかないこともあるのだ。え、謎おばんとか行く？あ、謎おばんとこ行かないともう消えてる謎もあるかもしれないってこと、ね、え、行くか。でもいっぱいあったよ、なんか。あった。でも消えちゃうとコンプできなくなっちゃう。いやー、
あ、そんなのは困る。え、うわぁ、なんだいこれは。部屋が並んでます。 A 入り口、 B が出口、9個の部屋すべて巡回する。曲がる回数を少なくしたい。あ、全部行けないんだ。全部見たくて、最低何回で行けますかって。例は6回曲がってんだって。だから6回以下があるってこと。あ、これは、そう、これは6回曲がってるって、最低で何回曲がればいけますかっていう。ええ、そう、こんなんさ、わからんくね。だって0よりきっと少ないんだよね。え、うん、0と同じとかだったら話にならんけどね。これ以下ではあるんだろう。なるべく少なくしたいだから。少なくね。で、全部見ないといけないね。え、むずくね、これ。むずい。全部見るでしょ。全部行かないといけない。え、曲がっちゃうやん、そんなん。うん、だってこれだったら一緒だもんね。うん、うん、6回なのか。ちょっとわかりませんです。うん、鼻水が。うん、なんですけど、うんって感じだよね。これはちょっと難しいかもしれない。6回になっちゃうくね。うん、わかんないよ。おー、ぐるぐるし、6になっちゃう。6になっちゃうけど、なにこれ。これ突き抜けありなの？斜め。え？急に斜めありなの？この変な真ん中の空白じゃなくてもいいってこと？いや、わかんない、わかんない。え、でもこれ、これ何これ。これはさ、ぶつかっちゃうんじゃない？あ、ぶつかっちゃうのかな。え、わかんない、これ何。入り口
私から出たその9個目が全部全然そうです。え、でも多分6以下にはなるはず。そうだよね。うん、3ぐらい間を取って3ぐらい、3にしとく。3、4ら辺にはなるはず。一回3にしてみる。ふざけて当てずっぽさん、ワンちゃん当たってる。いけいけ。うわ、ヒント見たくね。すべての謎は必ず解ける。あ、ダメだ。やはり違うか。何言われる？図に霊が書き寄る。これは罠かもしれない。え、やっぱじゃあ斜めいけるんじゃない？え、気持ち悪。ちゃんと直角に曲がってるけど。え、これが罠ってこと？うん、その直角で曲がんないで、いきなり飛び級で、その、なんだろ、斜めに飛べちゃったりするんじゃない？え、こういうのありってこと？あ、そういう位置？あ、確か、え、そしたら2とかでいけない？え？ 2 じゃいけないか。2。1。え、頑張ったらいけそうじゃない？これ、え、でもここの部屋見れてない？いや、ここも見れてねえわ。ちょっと分かれません。え、むずい。え、2は無理でしょ。3、3、3、3。でも今3だったけど無理だったよね。なんかね、斜め使ったらでも結構減りそうな感じあるけどね。むずい。え？ひらめきが足りないよ。なんかな、一個言って、え、なにこれ。お、腰かくろ。ニコリすなにこれ。いや、今日初つまりかもしれない。え、むずい、普通にわからん。それな。猫？猫いる？猫。これセナさんの方が得意分野だと思うわ。え、さっきのあれ合ってんじゃない？え、何が？出れんね、書くなよ。え、バレてる。さっきの斜めのやつ。嘘、合ってる？だってさ、別に斜めに出んなとも言われてないじゃん、どっから入るとかさ。え、じゃあこの仕切り何なの？この仕切りみたいなやつ。え、罠じゃない？罠これ。おう、デデいるって。デデちゃん、だってまっすぐ行って2で帰れるんだよ。え、 2？うん。2はやばくね？やべえんだけど、帰れるんだよ。おお、ちょっとうまい。うまいっしょ。かわいいっしょ。マウスだけで。うん。マウスでで？マウスでで。仕切りに当たらないように。え、だから多分2でいけんだよ。タカチンさんも言ってもね、仕切りに当たらないように書いてみたら、だから。仕切りに当たらないって何？え、だから、A から、出て消さないのもろ。スタートして右下に書くじゃん。待って。ここをスタート？うん。うん。で、右下まで伸ばすんだよ。当たらん。もう当たってもいいんだけど。で、上行って、B のところに行くの。そしたら、いや、その、A のあれが多分もうちょい下だったら、真ん中にも当たるから。いや、A からやな。やべべべべ。なんか、
A から真ん中当たって、右下当たって、みたいな線。あ、そう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 。で、上行って、同じ書き方して下行って、みたいな。そしたら全部当たってんじゃん。あ、やべ。おい、それおかしいだろ。おい。そうだ、なんだそれ。で、その左も当たって下行くみたいな。え、2ってこと？うん。ほんまに？そんなズルなの？これ、これズルじゃん。え、だって言われてないもん、そいつ。ちょっとそれだったらちょっとレイトン、ちょっと調子乗ってんなと思っちゃいますけどね。こいつ調子乗ってるもん。ずっと。ずっと乗ってる。もはや。ほんまに。これはちょっとやってるよね、デデさん。ずっと乗ってる。デデンデさん、もう納得いってません、これは。もう不愉快って言ってます。え、絶対そうだよ。だって別に、これなんか入るなとかもないじゃん。え？お線をさ、どうたらとかさ。そう、罠みたいな例がキモいわ。急にね、デネ。かわいいだろう。かわいそう。かわいいよ。デネ。でね、絶対もう消したくなくなってるよ。え、消したくない。かわいい。出るとお別れよ。かわいいね。私たちは。お別れ？悲しいです。うん、悲しいよ。じゃあ2で。そういうお話なんでしょう、どうせ。ガチ？え、それキモいけどね、普通に。そろそろ分かってきたよ、君のことが。え、ガチじゃん。え、キモキモキモい。まだね。え、なんで？ハブ持ってきちゃう。ほんとだ。ほら。キモ。よいしょ。何笑ってんねん、こいつ、マジで。あー、そっか、ギリギリ通れてるんだ、これで。